恵比寿ゴルフレンジャーグリーン5番ウッドを買う。イエーイ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いや、また来ちゃいましたね、佐藤店長。ありがとうございます。店長です。よろしくお願いします。買ってくれるそうで、はい、ちょっと買う前提で、はい、今日来てますんで。なんで5番ウッドが必要なんですか？もともと3番ユーティーしかないんですよね。で、今85の企画やってて、3番ユーティーがっつり当たって200なんですよ。頑張って振って満振りして200なんですよ。ドライバーの主体が3番ユーティリティーなんですよ。はいはい。だから結局あのパー5とかなかなか距離欲しい時に稼げないですね。そうですね。はいはい。だから景観的に2を狙いたいのにとかっていう時も届かないんですよ。手前で欲しい。ちょっと足りない。あ、ちょっと足りない。まあ、よく言えばイーグル狙い、まあ、もちろん、そのちゃんと当たれば、ね、の話になりますけど、はいはいはい、あもう、はい、あのクラブは一種類ですね。一種類、はい、エピックフラッシュです。打ち比べてみて、フラッシュの、はい、こっちがスター、こっちがスターですね、はい、こっちがサブゼロですね、はい、これちょっと、まあ、シャフトもいろいろあるんで、はい、ちょっと5本に絞って全5種類、はいはい、5種類、はい、でちょっとやっていこうかなと思います。わかりました。ちょっと5球ずつぐらいしか打たないです。これちょっと本番集中しないといけないんで、ちょっと10球とか15球とか打っても、はい、なんかちょっとだってわからなくなってきます。そうですね。じゃあ5球で選んでしまうということですか？はい、そう、だから5球ずつ、そうです。25球しか打ちません。で買うんですね。買います。すごいですね、はい、でこれすんごい全部ダメだったら買わないかもしれません。まあ全部ダメだったら、ね、もう僕したいっていうのは、はい、でいい当たりも悪い当たりもちょっとブレをなくさないっていうのが僕の師匠の持ち家の教えなので、はい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 、そのいい当たりも悪い当たりも加味してのこの検討という、はいはい、5球です。5球です、はい、じゃあ、佐藤店長の、まあ、シャフトの違いとかの説明を入れながら、はい、じゃあやっていきましょうか。お願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。まずは何でしょうか？エピックフラッシュスターのスピーダーエボリューション、はい、の SX、はいはい、当たってるよ。左かな。ちょっと左。だけど200ぐらい。まあ欲しい飛距離は飛んでますね。そうですね。今のいいと思います。ちょっと楽器を出して、あ、いいっすね。すげえいい。まっすぐですね。ちょっと手のテープに、あ、逆っすね。いいっすね。あ、いいっすね。この軽く振って3番ユーティで思いっきり振って200でもこう軽く振って200って全然違いますよ。うんうん。そうっすね。安心感が違う。うんうん。これもいい。丸くない。これもいいな。いい感じですね。ちょっと引きですか。うん、飛んでますよ。うん、217、いいね。ダフってますね。じゃあ次行きますか。はい、力が入ってましたね、うん、スターの中で2本目スピーダーエボリューションフェアウェイウッド用。スピーダーエボリューションのフェアウェイウッド60S。 はい、これはまあスターヘッドはスターなんですけれども、さっきのよりはちょっと重めシャフトが 60g なので、うんうんうん、まあ軽いのと重いのとという感じで、はい、重め、重めなんですね。ちょっと、うん、大体何グラムぐらい変わるんですか？じゃじゃん。もうけど持った感じで重たいんですよね。そうですね。先ほど打ったさっきのが 309g、はい、これに対して、おお、まあ、20g ぐらい、20g も違う、うん、ということです。 20g も感じられるぐらいだ、はい、ですね、はい、ダフリ、ダフリ右、まあでも怪我なし。まあそうですね、はい、こういうのも、うん、おっと、おっと、
あったよ。シャフトが違うだけで、ヘッドは同じだけれども、うん、シャフトが違うだけで、もう、そうですね、5球中、まだ1球も当たってないという。はい、なんとか当てたって感じですね、今。当てに行ったって感じですね。はい、頑張って当てたっていう。それじゃあ、まあ飛距離は出てるけど。よくわかりますね。うん、スイングはね、いつも通り振った方がいいよ。当てに行ってますね。まあ、あんまり返しすぎると、ね、うん、ヘッドが OK です、はい、ちょっと低いかなっていう感じです。そうですね、シャットが重くなってる分だけ。確かにこれちょっとしっかりしてるそしたのがあります。さあ、3本目、これがサブゼロのノーマルのシャフト、ツアー AD の、せっかくなんでこれも重さを測って、はい、重さ測ってみましょう。はい、20g で完全にちょうど間ぐらいですね。間入りましたね、はい、間入りましたね。はい、なるほど。どう、うん、なんかヘッドがすごい走る気がする。おう、右にゴロって感じですね。ちょっと左、左はいける。まっすぐだよ、今は良かったもん。なるほどね。うん、今のところ一番最初の方がいい感じだね。そうですね。スイングの問題、うん、いい当たりですね。いい感じの弾道だよ。弾道的にかっこいい弾道打ちましたね。ちょっともう一球打ちます。うん、引っ掛け。次いきます。はい、はい、さっきの、スターで使った時と同じシャフトを受けます。あ、はい、これと同じです。こ、うん、っちがデフォルトですか。うん、いや、こっち、さっきのがデフォルトです。あ、そうなの。はい、こっちの方が上がりやすいはず、上がりやすいはずではあります。感想は、ちょっと重たい。重たいと、重たいっていうか振り遅れちゃうのかな。そうですね。上がった方が飛距離は伸びます、ね、伸びます。フェアウェイなのでボールが上がらないと、距離でジュ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 というよりはやっぱ上がってこう打ってくれた方が計算もできますし、うんうんうん、ですね、はい、上がることがやっぱり重要です。なるほど。うん、はい、いいんじゃないですか。ちょっと強いボールになってますね。うん、まあ、飛距離がもうちょっと欲しいってところかな。そうですね。ダフリ、お、うん、ええんちゃん、いい感じですね。あ、めっちゃ上がってる。おお、今日一出ましたね。はい、これもいいな。それか。さあ、お次は310で、もう一つが今のが310。これカスタムです。カスタムシャフトでグラファイトデザイン、はい、F55 はそんなに、ただシャフト自体は重くはないはず。そうです。でもやっぱ重いですね。おお、はい、一番重たいですね。一番重たいね、はい、一番重いですね。
硬いですね。硬いですね、はい。さっきまで打ってきた中では一番、はい、まあ難しめな設定にはなってますね。しっかりめな感じですね。ですね。じゃあということは当たり前めっちゃ取れるってことですけど。そういうことじゃないです。そういうことではないかもしれない。なんかあれだね、重そう。硬いですね。こうやって比べていくと分かるんですね。ですね、うん、触れてない。比べないと分からない、うん、うん、触れてないな。硬いこれ、硬い。あのさっき打ってきてようやくやっぱり分かりますね、うん。うん、サンキュー。これはなしと考えたらいいんじゃないですかね。全然振りでないもん。確かに、うん、ちょっとこれはギャンブルクラブになっちゃうからやめた方がいいかな。よし、はい、これ大丈夫です。これはちょっとね、大丈夫ですね、はい、なしと。そういうことは今の中でやっぱボールが上がったものでいくと、はい、スピーダーのシャフトがやはりいいのかな、はい、ね、スピーダー一番最初と、はい、そうですね、一番最初と、4番目、4番目、はい、そしたら3球ずつ打ちます、サブゼロと、はい、これをあとはヘッドで決めるって感じですね。まず1本目のやつ、はい、いやこれフラッシュスタートのことですね。スタートはい、ああいいね。やっぱまあちょっと巻いてるけど全然いい感じよ。そうですね。スターかな。これ悩みますね。楽に触れてる感じはあります。ありますね。まあ3球ずついきましょう。結論は。ああ、はい。うん、低い。打って右かな。まあ、ランが出て、コースいいけど、はい、コースをまっすぐっていうのはありです。うん、もう全然いい、いい感じです。あー、ちょっと距離が今当たりが悪かったですけど、ちょっと低い分だけですかね、はい、サブゼロに行きます。いいサブゼロ、はい、うん、あれは悪い、うん、シャフト一緒なんだよね。そうでしょ。なんでそっちの方がなんか頑張ってる感出ちゃってる。頑張ってますね、うん、そんな感じでしょ、うん、なんだろうね。一番いいことですよ。いや、すごいなんかクラブに振らされてる感じがするんだ。サブゼロっていう意識だからそうなってるのかな。そうですね。意識の問題ですかね。ちょっといいですか。はい、あ、貸してもらっていいですか。どっちか教えない。あ、なるほど。重さで分かっちゃうんですか。分かんないよ。じゃあグリーンにはどっちか言わないで。打ってます。どっちだと、どっちだと思う。これサブゼロだと思います。はい、お、いい感じ。いい感じ。そして。サブゼロじゃない人。うん、今ので。いいですね。ボールもいいですね。じゃあこっちで。お、いい当たり。ちょっと先行っちゃったね。いや、いい感じで多分戻ってくる球だと思う。戻ってこない。うん、やっぱ飛距離だよね。そうですね。やっぱこっちの方がいい。これサブゼロっすか。これスターですね。これスター、はい、さっきのスター、さっきのサブゼロですよね。おー、いいね。やっぱこっちだな。いいっすね。
は両方ともサブゼロだったんですよ。サブゼロなんだ、はい、やっぱり意識の問題なんだよね。今スターだと思ったらすごいスイングが軽くなってますよね。やっぱりこう、はい、サブゼロなのかい、はい、ゼロなんか打つのに一生懸命振ってる。そうなんです、はい、実は今ずっとサブゼロでした。そうするとスイングが変わるんですよ。変わりますね。メンタルさ、これやばいっす。今の感じがすごい。これやばいっす。これ飛びましたね。めっちゃ飛んで、今のボールも高かったです。そうですね。サブゼロかな。ちょっと今僕面白いことやりましたよね。あの意識ってこれだけ違うんです。はい。うん、なんかすごい滑らかな。それが溶けてからこう感じがいいですね。いいですね。サブゼロじゃないですか。サブゼロのいいシャフトで、あとはまあサブゼロのいいところで言うと、いやもうちょっと上がってもいいなっていう調整がやっぱりここでできるっていうのは一ついいところ。あとはこれ結構今デフォルトな感じの設定です。今そうですね、 NS っていうのはデフォルトなので、はい、18度、うん、NS これ18度のままです。うんうんうん、これを変えることによって例えば18なんですけれどもプラス2っていうのがあるので20度にもできる。そうなんだ。マイナス1っていうのもあるので17、17にもできる、まあ、19にもできるんですけれども、あとは若干捕まり目が D タイプ、D タイプってやれば1度マイナスの例えばちょっと捕まり目とかいうのもできます。ただまあ大体多分こうドローを持ちだと思うので、はい、うんうん、あんまりそっちはやらなくていいかもしれないですけど、ロフトだけで例えばそのちょっと低いなってことであれば20度にしたとしても、今のまあ元々はそのユーティリティよりも距離出したいよっていうのが、まあ、それあるわけなので、はい、まあ、それには大丈夫。なるほど、はい、でここでちょっとスターを持たせてみる。軽いですよね。いいじゃん、簡単で。やっぱり当たるな。落ちたな、うん、やっぱり確率がいいっす。うん、内緒内緒って言っちゃった。まあ、飛距離は当たった時はやっぱサブゼロが飛ぶんだけど、そうですね、うん、200飛べばいいじゃん。だって190欲しかったんでしょ。まあ、200以上軽くそう頑張って3番ユーティでワンブリして200当たった時に200飛ぶっていうよりかは、うん、もう5番ウッドでちょっとちゃんと当てに行って200飛ばしたんですよ、うん、あの自分のボールとかで多分210ぐらいいくんじゃないかな。ミスショットだけど安定してやっぱりボールは備えられている。そうですね、ミスショットだけど、うん、まあ5ぐらいか、うん、分かりました。 OK です。はい、それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、買います。何にされたんですか。エリックフラッシュスターです。はい、エリックフラッシュスターの、クリック、はい、クリックオーバーウッドのシャフトがスピーダーの S、 スピーダー、はい、エボリューションの S ですね。 S、 これ純正のやつですか。純正です。純正のやつです、ね、はいはい、買っちゃいます。ありがとうございます、はい、これで85切り、はい、目指しましょう。まあ、200以上はいけると思いますので、はい、うん、はい、ちょっと即戦力になってくれるんじゃないかなと。やべえ、初めて見るとき緊張するんでしょうね、これね。緊張する。自分であの緊張させちゃダメです。プレッシャーかけすぎですよ。あのちょっとね、お友達になりに、ね、はい、そうですね、いきます、ちょっとなってください、はい、ちょっとね、実践で使おうと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お買い上げです。はい、ありがとうございます。まあ、これからね、ブランドで使うと思うんでね、はい、よろしくお願いします。みんな仲間入り、仲間入りです。はい、いやー、これで劇的に軽いですね。スコアが伸びればいいですけど。いやー、練習、まあね、飛ぶクラブが入れば楽になる。確率は絶対いい、うん、絶対いいよ。練習しなきゃもちろんね、うまくはならない、うん、85ミリが上がります。なんでさ、買いたいクラブ買ってちょっとテンション低くなってる。いや、これで何も変わらなかったらどうしようかなっていうちょっとプレッシャーです。
ありがとうございました、はい、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。